こんにちは、リハイアの松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。ワンピース海賊無双3、2015年発売、ワンピースが PS4 に初進出ということで、まあ、こちらですね、海賊無双、まあ、こちらもですね、無双シリーズの一つとして、人気な作品だと思うんですけれども、今回ですね、最新作が、PS4 にて発売されます。まあ、同時にですね、こちら PS3 やビータにも、まあ、向けてですね、マルチプラットフォームとして展開はされます。やはりですね、今、無双シリーズ非常にですね、熱いところではあると思います。まあ、先日、発売された Xbox One にもですね、まあ、無双おろし、まあ、無双シリーズの一つですね、発売されていたりということもありますので、まあ、今後もですね、こういったいろんな作品が発表されて、まあ、多くの、作品に出ていけば、まあ、非常に多くのファンもですね、楽しんでいただけますし、まあ、そういった意味ではですね、まあ、無双シリーズ今後も、広がっていけばいいなと、まあ、個人的に思っていたりもします。まあ、今後もですね、こういった形でいろいろと情報も配信できればと思っておりますので、まあ、気になったものだけでも見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。